7月3日更新分のおしゃごは、本日はおけいくんがお休みなのでこの2人が来てくれてます。皆さんお久しぶりです。菅沼選手です。はじめまして、野島ひろふみです。なぜかやってきたキューちゃんがいつもカットになる学生時代の話をまたします。本番中にプロデューサーに怒られてましたでも桜大戦とかも大変だったでしょ。大変でした。菅沼くんが回してくれる予定でしたが一度もできませんでした。小野坂さんが今みっともないという話になりました。あと途中で須山さんの話もしました菅沼くんが急にその話で嬉しそうになります。あの最後本当映しちゃいけないパンツが出てきます。もしごめんね本当に。いいね。